り三振を奪いました。149キロ、最後はまっすぐで仕留めました。初球内野ゴロです。これがショート上川畑、遠投になりますが間に合いました。このスマ、振らせました。空振り三振、これで今日2つ目の三振です。やりました。高部のソロホームラン、外のボール引っ掛けました。石井和成です。一塁送球、スリーアウト。山は低め、空振り三振、2打席連続の三振です。この変化球はかなりいいところ。打って内野ゴロ、高いバウンド、セカンド送球、一塁もアウトになりました。ダブルプレー、大ピンチをしのぎました。金村翔馬です。スリーアウト、ノーアウト満塁のピンチでしたが、しっかりと守備陣が応えてくれました。さて、先ほど大ピンチを脱しました金村ですが、この回の先頭バッターはライト万波さんで、ライトフライでワンアウト。ボテボテの当たりです。ショートの上川畑、素早いスローイングでアウトにします。ちなみにこれがエスコンフィールドで初めてプレーということになります。この当たりはレフトの水谷のグラブの中でスリーアウト。解除3失点以下。藤原の打球はセンターへの当たりです。センターの磯畑、こちらも掴んでいく。トミーと高め、センターへの当たり、飛距離は出ていますが伸びて伸びて、磯畑がこちらも掴んだ。間に合いました、スリーアウト。この回は踏ん張りどころの金村翔馬、すぐ低め、カウント2-2、外内野ゴロだ。上川畑追いついてサード送球、サードでアウトにしました。金村の球数は90球を超えた。内野ゴロ、ショート上川畑一塁送球でスリーアウト。ホームランと内野ゴロで2失点は喫しましたが、リードを保ったまま今マウンドを降りていく金村翔馬です。